1。60戦からの追い込み決まるでしょうか。森克幸6番の大月が人気は対抗格。ブルーランプが今消えました。3秒前です。7レース予選スタートしました。5番の塚越が40戦外から出を伺います。永瀬残せるかですが、塚越が前に行きました。50戦の2人も大月森本は下りですが、大月が早くも5番手へと前進しています。そして先頭争いはこの3コーナーで序盤戦で早くもトライオート2番の小林明でありますが、横田が粘っていますが、2周に入るところで早くも先頭は変わりました。2番の小林が先頭です。3番の林が連れて上がってこようとしています。3番手には5番の塚越、4番手に6番の大月という格好になって、8番の森がその後ろにいます。現在は中段の位置、8番の森克幸、先頭小林、2番手林、そこから5番の塚越が詰め込んでくるが、粘っています3番の林。前の2人、小林と林が並んで、そのインコースに塚越が突っ込んでくる。まとめて2人林を伐採していく。5番の塚越が一気に先頭、外から森も上がってまいりました。さあ森が小林と林を飲み込んでいく。さあここで森が2番手へと上がりました。6番の大月はその後で遅れて上がってきています。さあもう行く森克幸、ここで塚越を捉えました。8番の森が先頭、2番手交代5番の塚越、3番手6番の大月渡る。残り2周回、後方から7番の森本も今4番手へと上がってまいりますが、先頭は8番の森、早めに抜け出す形となりました。塚越に襲いかかってくる6番の大月渡る。さあ大月切り返しの体勢でありますがいけない。残り1周ブルーフラッグ、抑え込む塚越に対して、さあ6番の大月2番手浮上になるかどうか、ここが焦点です。外を開ける大月、内粘る塚越、2番手の線はどちらに軍配が上がるんでしょうか。外からまくる6番大月、これが鮮やかに決まった。2番手大月浮上、森克幸人気に応えました。2番手大月森選手初戦快勝。これで森選手今年の12勝目、通算では659勝目が上がっています。森克幸選手1着おめでとうございました。払い戻し金です。2連単8番6番440円、1番人気、2連複の68、370円、2番人気、3連単8番6番5番は920円、1番人気。ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。